戦国無双シリーズ戦国無双クロニクル戦国無双クロニクルは2011年2月26日に公営テクモゲームスから発売された任天堂 3DS 用のアクションゲーム戦国無双シリーズの1作品3作目については戦国無双クロニクル3を参照主人公のオリジナルキャラクターが川越野戦から大阪夏の陣に至る 戦国時代の著名な合戦を転戦していく。無双演武では戦況に応じて戦場に散らばるプレイヤー武将から操作する武将をタッチパネルで任意に切り替えたり、マップ上で移動先を指示することで自軍の勝利を目指すリアルタイムストラテジー要素が追加されている。シナリオ構成は戦国無双3に登場した戦国史モードと似たような構成になっている。 3DS のローンチタイトルとしては最大である2イトのロムを使用している。システムとキャラクターは戦国無双三語指三毛商伝に準拠しているが、携帯品や撃破効果などはなくなっている。本作は無双演舞のみで、模擬演舞は用意されていないが、無双演舞のモード内で一度クリアしたシナリオを繰り返しプレイ可能。本作から、 戦国無双シリーズ中においても戦闘中のセリフが最大2行表示になった。すれ違い通信といつの間に通信に対応している。すれ違い通信では好きな武将と人形を指定し、すれ違った相手と合戦ができるほか、相手が配信した武器をもらうことができる。いつの間に通信では、週刊電化統一というお知らせが届くほか、外伝シナリオの配信も行われる。 週刊電化統一の第12号をもって、外伝シナリオの新規配信は終了したが、過去の配信シナリオは引き続き受け取ることが可能。武将それぞれが持つ特殊能力、無双ゲージを回復する価格や一定時間ステータスが上がるものなど、様々な戦技がある。可画面の太陽、ガツアイコンをタッチすると、戦技選択モードとなり、連話ゲージを使って、 戦技を使用できる。電話座ゲージは各武将に5個,個あり、戦技によって消費するゲージの数は異なる。特定のプレイヤー武将の組み合わせによる協力戦技もある。その他、戦国武双三毛将伝までに登場した武将たちが登場。ボイスは神読である。合戦に応じて PC や NPC となるほか、一度クリアしたマップでは任意に。 プレイヤー武将を選べるようになる。また、マップによっては、プレイヤー武将に、山本勘助や斉藤達沖などのモブ武将が、含まれる場合もある。無装武将は、武器や、装備のカスタマイズが可能。戦国無双クロニクルセカンドは、2012年9月13日に、公営テクモゲームスから発売された、Nintendo 3DS 用のアクションゲーム。キャッチコピーは、宿命だって、 変えてみせる。本作は、クロニクルのバージョンアップ作品にあたり、新たな要素が追加されている。前作のシナリオをもとに再構成され、ツリー形式で分岐を繰り返している。選択肢で勢力を移動したり、条件を満たすことで、リフルートに進むことができる。この記事は、以下のカテゴリーでも参照できます。戦国無双クロニクルセカンドに関するカテゴリー。ありがとうございます。